お、真ん中来た。あ、いいよ。落ちてくる。ちゃうな、やっぱ。最近どう？元気ですが。元気？バレーボールディグ、V ディグ、第6回。今回の企画は、サントリー対パナソニックの直接対決まで待てないから、その前に V ディグでやっちゃいます。サントリー対パナソニック、ガチンコ対決！よっ！2021-22 シーズンレギュラーラウンドで4試合予定されているサントリー対パナソニックの直接対決。今回はその直接対決を前に番組が用意したゲームでガチンコ対決を行ってもらいます。バウンスオフ V リーグバージョン。バウンスオフとは全世界で累計100万セット以上売れた大人気ボードゲーム。ルールは簡単。出されたお題の形になるようにトレーにボールを投げ入れ、最初に自分のボールでお題の形を完成させた人の勝ち。今回はそこに選手たちを苦しめる番組特別ルールを追加しちゃいます。マスに1から4の番号がついたドクロマスをご用意いたしました。そこにボールを入れてしまうとお仕置きがあります。こちらになります。1番カメラ目線でウインク、2変顔3連発、3このゲームが終わるまで語尾がニャ、4番ビリビリペルト。こちら全3セット行いまして、勝ち点が多いチームが勝ちということになります。そして第2試合の豪華賞品はこちらです。肉の松坂山の上本店のビフカツサンドでございます。豪華な賞品がある中、もちろんこの試合の敗者にも罰ゲームがあります。11月にある直接対決が終わったらもうすぐに12月でございます。12月のビッグイベントというとクリスマスということで、あわてんぼうのサンタクロースとトナカイのコスプレをしてファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。まず第1セットはサントリー大谷選手対パナソニック深津選手のセッター対決。しっかり頭を使ってパスに行きたいと思います。絶対勝ちます。作っていただくお題はこちらでございます。はい、この形を作ってください。では行きましょうか。第1試合スタート。勝った、頑張れ。頑張ります。勝った。普通にドクロ入りそうな気がする。真ん中、はい、残念。あと残念、9名いきなり外しました。いきます。深選手でございます。おお、よし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 、オッケーオッケー。真ん中行った。オッケーオッケーオッケー。おお、いいよいいよ。狙えない狙えない。予想外の動きをするボールに手こずりながらもお題の形を目指していく2人。そんな中、最初にやらかしたのはやはりこの男。あっと、これは2番のドクロに入りました。何、2番。2番のドクロは変顔3連発。変顔3連発、もうやってるやん今。ではもうやってるやん。よろしいでしょうか。やってない。これ 1? いや、それは1じゃないです。参ります。変顔3連発、3、2、1、どうぞ。ありがとうございます。よし、勝つぞ。この言葉の通り、ここから深津選手が2連続ナイスインで先制リーチ。さあ、勝負を決めることができるか。どこやったら大谷が、どこやったら、まずどのボールを選択する。こういったらお前有利になっちゃうね。さすが、このあたりはセッター同士いろいろ考えながら今一つボールを手に取りました。よし、決められるか。すいません、深津選手どうぞ。そんだけ時間使って、こんだけ時間使って、これ阻止する方がいいんですかね。いや、もう作りに行きます。もう狙えないから多分これ。あ、全部狙ってます。おー、ちゃうなやっぱ。さあ、大谷選手どうか。確かに狙ってる。勝ちたいね。ここでついにこの男が決める。勝ちたいね。お
おー、入りました。では勝ったんですが、こちらドクロ1番に入りましたんで、お仕置きをやっていただくということになります、はい、では参ります。 3,2,1 はい、ありがとうございます。手もつけていただきました。やった、見事入れていきました。深津選手のお仕置き覚悟のプレーでパナソニックが一歩リード。続いてはサントリー柳田選手対パナソニック清水選手。次しっかり勝ってつなげたいなと思います。このいい波に乗って勝ちたいなと思います。さあでは第2セット、作ってもらうお題はこちらです。はい、この形でございます。さあどちらが先にこの形を作ることができるのか、ね、では参りましょう。第2試合スタート。いきます。先行の柳田選手、手前、しゃあ、手前の今ブロック網に阻まれました。いきます。よしよし、うん、意外と入んないな。2人ともテンポよく投げ入れ、チャンスを伺っている様子と、ここでお、テンポよくいきます。どんどんいく。よっしゃー、どんどんいく、どんどんいく。しゃしゃ、カメラ目線でウインク。3,2,1どうぞ。ありがとうございます。構えが、ありがとうございます。角度変えよう。おっと、遠くを狙っていったんですが、ほっ、清水選手はどうか。よし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 、マジか。でもリーチ、よしよし、どうリーチ。リーチじゃないリーチじゃない。わかるよ。ここから柳田選手に悲劇が。よし、あ、よっしゃ、4番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 入りましたね。4番のお仕置きはこちらでございます。いっちゃいや、はい、ビリビリペン、いっちゃいや、はい、上を押していただいたら、そう、わ、超やろこれ。押してないのに、やーとかやめてよ。3,2,1どうぞ。うん、そんな痛くなかった。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 治療の電気みたいな感じ。あ、多分慣れてる。あ、強いな、やっぱ慣れてる。で、清水選手、お、惜しい。ダメ、ダメ、いやだ、暗い、待って、ちょっと待って。柳田選手、まさかの2連続お仕置き。気になるその内容は、このゲームが終わるまで語尾がにゃ。めんどくさ。おいしいな。ファンの皆様、お待たせいたしました。ここからはこの番組でしか見られない柳田選手のスーパーにゃんこタイムをお楽しみください。ではここからもうすべて語尾にゃで言ってください。いきますよ。はいにゃ、はいにゃ、お願いします。はいにゃ。あ、次俺や。どうぞにゃ、どうぞにゃ、どうぞにゃ、どうぞにゃ。あなたですにゃ。俺、あなたですにゃ。最近どう。元気ですにゃ。元気。おいしいもん食べてる。食べてますにゃ、食べてます。どうぞ、お願いしますにゃ。ほっ、よし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 、行きますにゃ。行きますにゃ。あーっと、惜しい。狙いは良かったんですが、わずかに外れた。危ない。今惜しいってちっちゃい声で言ってたけど、惜しいにゃってな感じ。すいません。いや、すいません。そうそうそう。さあどうでしょう、清水選手。やった。あ、惜しい、惜しい、惜しい。決まったー。決まりましたー。よし。ということで第2セット、清水選手の勝利でーす。ありがとうございます。おめでとうございます。悔しいですにゃ。なんとパナソニックが2セット連取。これで決着か。サントリーのお二人、このままでいいですか。もう良くないですにゃ。なあにゃ。どうですかこれ、泣きの第3セット行きたいですにゃ。どうすか。
やりましょう。やりたいと思います。やりますか、はい、最終セットは1兆ポイントということになります。第3セットはペア対決。このセットを制したチームが今回の勝者です。せっかくなのでお仕置きも変更しましょう。ドクロマーク1番モノマネヒーロー、2番超酸っぱドリンク、3番〇〇選手プライベートではこんな人、4番はビリビリペンということになっております。今回のお仕置きはですね、片方の選手がドクロマークに入れてしまったら連帯責任で2人にお仕置きでございます。あ、きついね。第3セット作ってもらうお題を発表いたします。こちらでございます。はい、この形を作ってください。これできるの、はい、できるできる。さあ、それでは第3試合スタート。使って頑張っていきます。一発目、まずは深瀬選手。おー、いいとこ行った。1球奥に入れていきました。で、大谷選手はどうか、大谷選手はどうか、よし、どうか、よし。そして大谷選手はどうか、よし、ナイス。3番に入りましたね。早いぞ。3番のお仕置き、こちら〇〇選手、プライベートではこんな人。今日ね、ペアを組んでいるそれぞれの、まあ、こんな人だというのを教えていただけたらと。プライベートというか、会話して頭が良すぎるんで理解するのに時間がかかってしまって、あの、もうちょっとあの柔らかい言葉を使ってほしいなってはいつも思う。不満じゃうそれ。気をつけます。柳田選手から見て大谷選手はいかがですか。今もそうですけど、結構あの喋るとき声小さい。練習中は全然声出てるんですけど、プライベートになった途端にこうなんかシッと声が。そうですか。うちの深津選手のプライベートの話するじゃん、もうここで。いや、もう入ってない入ってない。行きましょう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 。各チーム順調にボールをトレーに投げ入れていきますが、ここでこの辺か、手前。あ、ちゃうちゃうちゃう。何？はい、こちらでございます。ビリビリペン。マジ怖い、めっちゃ痛いっすよ。え、俺そんなできん。はい、では参ります。押してください、どうぞ。マジで来る、やば。これはもうできない、もうできない、もうマジ怖い。もう一回覚えちゃったらもう無理や。その直後、清水選手がドクロマスに入れながらも先制リーチ。お仕置きはモノマネ披露です。パワー。誰だと思ってんだ。斉藤さんだぞ。これ阻止してくる、それともこれは狙う。劣勢のサントリー、ここから意地を見せられるのか。もう行こう、攻めに行こう。近づこうよ。何、来た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 。リーチです。ガッチャン。あー、やばい。ここで深津選手が痛恨のミス。大谷選手、決めるしかないぞ。で、また入れたりしてね。やばい。よーよーよー、見事入れていきました。すごい。最終セットは1兆ポイントということになりますので、2ポイント対1兆ポイント、このゲーム勝者はサントリーということになりました。1兆ポイント。勝ちましたサントリーチームには肉の松坂のビフカツサンドをプレゼントさせていただきます。うん、いかがですか。僕食べ応えあるんですけど、全然脂っこくなくて食べやすい、ものすごく美味しいです。もういかがですか。うん、あのすごく柔らかいお肉で、はい、パンと合いますね。もうお肉とパンの相性バッチリという。抜群です、はい。一丁対一丁対二。俺と仲良いよ。いや、めっちゃ俺と仲良いよ。決めますか。なりきりましょう、なりきりましょう。
罰ゲームのお二人が着替え終わったということで、ではまずサンタさんから登場していただきましょうか。ではみんなでお呼びしましょう。いきますよ、せーの、サンタさん。おー、登場してまいりました。パナソニックの副キャプテンがサンタ姿で登場いたしました。清水サンタの登場です。ありがとうございます。さあ、では続いてトナカイさんをみんなで呼んでみましょう。せーの、トナカイさん。登場してまいりました。パナソニックの絶対的司令塔がトナカイとして登場いたしました。深津選手のトナカイ、大谷選手いかがですか？お似合いです。ファンに向かってカメラ目線で試合を見に来てもらえるようにお願いをしてください。まず清水選手からお願いします。試合見に来てください。頑張ります。ありがとうございます。さあ、それでは深津トナカイ、はい、お願いいたします。皆さん待ってます。え？ありがとうございます。何かもう一つあるのかなとついこう期待してしまったんですけど、初めてなんでちょっと入りきれてないです。まあ、最後にですね、直接対決に向けまして皆さんに意気込みをお願いしたいと思うんですが、私はカウントダウン言いますんで、その後にカメラに向かって意気込みをお願いしたいと思います。清水選手からいきますか。はい、はい、ではいきますよ。5秒前、4、3、2、1、9。絶対に負けない。そういうこと。もうできんよ俺ら。いや、もうだから一人ずつ面白くなってくるでしょ、これ。では深津選手、意気込みをお願いします。3、2、1、9。今シーズンは光らせていくぜ。どこを光らすよ。ではどちらから行きましょうか。柳田選手から行きますか。いや、マジかこれ。では行きますよ。3、2、1、9。今シーズンも絶対勝つ。ありがとうございます。おー、いいじゃんいいじゃん。頑張ったじゃん。頑張ったね。これも気合い十分でしたよ。気合を感じましたよ。ありがとうございます。顔死んでるもん。はい、大谷キャプテン、準備の方はよろしいでしょうか。では参ります。5秒前、4、3、2、1、9。今シーズンも、チーム一丸となって、精一杯戦いたいと思います。ありがとうございました。何をありがとう。何をありがとうございました。ラスト出てる、ラスト出てる。いや、一番ちょっと怖かったですね。はい、試合来るなこれな。いきますね。次回の V リグは2.4キロです。あ、うめ。あと、こうして。かっこいい。めっちゃマイペースです。ドゥエル、足が強く。おじさん、ちょっと写真撮ってもらっていいっすか？チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、 V ディグ。